水木駅は福岡県大野城市下折三丁目にある九州旅客鉄道岡島本線の駅である。駅番号は JB06。開業当初の地名が由来。もともとは五笠郡、水木村で古代からの国防施設である水木のすぐそばに作られたことから水木駅となった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。 駅舎は駅構内東側に下りホームに接して存在する。また、カーブ上に位置するため、車掌が乗客の乗降確認をするためのモニターが設置されている。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅で切符売り場、サポート機能付き指定席券売機の何でも私に聞いてください。どからぞ、自動改札機、ポス端末などが設置されている。 2019年度の1日平均乗車人員は2095人であり、JR 九州の駅としては第88位である。近年の1日平均乗車人員は下表の通りである。大野城市の中央部に立地する。線路に並行する駅前の道路を折り方向に200メートルほど歩くと太宰府市に入る。駅周辺は住宅地であるが駅前に発着する。 バス路線はなく、幹線道路からも外れているため、当駅と600メートルほどしか離れていない、西鉄下折駅周辺地域に比べて、非常に歓声である。水木駅前より望む水木跡交通新聞、P1JR 九州が、話せる、券売機。日本経済新聞電子版。2020年4月1日閲覧。駅物乗車人員上位300駅。 九州旅客鉄道、2020年10月15日閲覧、ありがとうございます。